就職活動をされている皆さん、コロナウイルス感染症の影響もあり、就職活動もままならないところもあるかと思いますけれども、ぜひ春日井市役所を選んでいきたい、そんな思いであります。市の仕事はどんなことだろうか。私が思うのには、自分が生活し、あるいは活動する、まさに身近なことをあらゆる分野をしているのが市役所であります。そして自分が携わった、そしてやった仕事が目の前で見える、まさにやりがいのある職場だと、そんな風に考えております。春日井市は人口31万人あり、暮らしやすいという評価をいただいております。そしてまちづくり、あるいは子育て、あるいは教育、健康福祉、本当に多くの分野で積極的に事業を進めております。皆さんの活躍の場はすごく広がっている。そして市の職員は一つの目的に向かって一致団結して仕事をしている、そういう職場であります。この春日井市で皆さんが仕事をしてくださることを期待しております。最後になりますけれども、コロナウイルスの感染症の拡大はとどまるところを知りません。長く続くだろう、そんな思いもしております。ぜひもう一度基本的な行動、マスクをする、手を洗う、あるいは換気をする、3密を避けるなどの行動に気をつけていただきまして、皆さんがこの春日井市を選んでいただき、そして皆さんと一緒に仕事をできることを楽しみにしております。